堺トンネルは、広島県山形郡秋大田町と2日市市に、またがる中国自動車道のトンネル。長く急勾配のある坂道の途中にあり、内部で急カーブとなっているため見通しが悪く、過去に大事故も発生している。トンネル距離数は、トンネル入り口手前に設置された標識の記載による、もの。家族のためにも安全運転標識百八十八年七月十五日に、 境トンネル上り線で多重衝突炎上事故が発生。車両11台が大破して死者5名、負傷者5名を出す第惨次となった。スリップし車線を塞ぐように停車した普通貨物車を発見した大型貨物車が避けるために停止しようとした際に後続車に追突されたのを発端に事故を知らないままトンネルに入った後続車が次々巻き込まれ多重衝突。 車両火災にまで発展した。その経緯から交通安全対策がなされ、上り線のトンネル入り口手前まではこの先に境トンネルがあることを示す警告標識がたくさん設置され、特にトンネル入り口には家族のためにも安全運転という標識があった。事故回数の減少や標識の老朽化でトンネル入り口の上の標識を、はじめ一部は撤去されたが、 現在でもいくつかは残されている。中国自動車道が開通したばかりの頃は、広島北ジャンクション、カノインターチェンジの一部区間で、暫定2車線で共用していた。境トンネル自体は、初期の段階から4車線で通行できたものの、特に上り線の場合はトンネルを抜けた先で、対面通行区間となっていたため大変見通しが悪かった。ありがとうございます。